では、登壇者をご紹介させていただきます。京都府立嵯峨野高等学校、岡本良子様。次に、高谷一馬様。そしてアドバイザーは明治大学准教授岸真紀子先生です。ここからは進行役を岸先生にご担当いただきます。では岸先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、画面共有をスタートさせながら進めていきますね。 iPad の方をつなげます。はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。明治大学の岸真紀子と言います。こちらにいる嵯峨野高校の先生方と2年間探究について一緒に研究、そして実験を行ってきました。嵯峨野高校、本当にすごい学校で、初めは申請書を見たときは、あ、こんなことやってるんだ、すごいな、ぐらいだったんですけれども、実際に学校に行って、先生方のお話を聞いて授業を見ていると、なんていろんな工夫をしながら、生徒たちの学びを支援しているのか、そういった工夫がたくさんありました。今日ね、とっても短い時間なので、すべてを語れることができるかは不安なんですけれども、できるだけ今日、嵯峨野高校の魅力や、そして先生方が、こう、探究、なんか面白そうだな、確かに実際探究難しそうなんだけれども、やってみたいなと思えるような、そんな、会話にしていきたいと思います。で、まずはじめなんですけれども、今日、探究について会場の皆さん、そしてズームにいらっしゃる皆さんと一緒に考え、語っていくわけなんですが、今ご参加いただいている皆さんは心が開いていますか？この後ですね、対話のセッションというものがあるんですけれども、せっかく探究について語り、考えていく機会なので、単に聞いて終わりじゃなくて、先生方自身、参加されている皆さんも何か探究してみたいなと思えるような、そんなキーワードや問いを見つけてもらって、その後の会話セッションの方に入っていきたいと思います。お手元にメモなり何でも準備していただきながら、あ、この後この話したいなっていうものを、ぜひ、私たちの方に投げかけていただきたいと思います。では、改めまして、岡本先生、高谷先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに、このタイトルを、私が先生が今日のシンポジウムで立てたときに、めちゃくちゃ面白いなって思った一つが、探究はしんどいけど面白いだったんですね。で、2022年4月から、まあ、高等教育では探究を軸にした教育が始まっているわけなんですが、もちろん期待もあるけれども不安が多いというふうに思っていらっしゃる方がいらっしゃると思います。で、私もやっぱり探究を研究していて、探究って面白いんですよ、いいんですよって言うんだけれども、こんなに先導的で先進的な探究をしている先生が、最初に、面白いんだけどしんどいんだよね。でも面白いんだよねっていう、その言葉がずっと頭に残っていて、いや、なんでしんどいっていうのをわざわざこういうシンポジウムで使うのかなっていうのを、まずこの思いを高松先生に聞きたいと思います。お願いします。はい。もう正直なところなんですね。探究って、本校で取り組んでいる先生のほとんどが、やっぱりしんどいって感じていて、ただ、やってるうちに、その面白さを、じわじわとこう感じ始めて、そのうち、やみつきになっていくというか、もう、しんどいでも楽しいって言いながら、毎日、やってくださっているんですね。なので、こういうタイトルにしました。ありがとうございます。実は、しんどいんだけど、じわじわ面白いということで、このしんどいところも含めて、今日はお話を聞いていきたいと思います。今日の発表の流れなんですけれども、この3つになります。まずは、私が驚いた、この嵯峨野高校の探究学習について、お二人からお話を聞いていきたいと思います。で、探究っていうと、やはり教科学習とは先生の役割が変わってきます。じゃあ、どんな風に先生方の役割変わってるの？そんなに簡単に先生方の役割変えていけるの？っていうところをお話しいただきます。実際にね、難しいんですよね、高谷先生ね、変わっていくのって。はい、で、そういった、でそういった変わっていくの難しいんだけれども、まあ、でもこういうこと感じている困難はあるけれども、そのために、じゃあ、どんなふうな工夫をしながら、先生方も生徒たちも楽しむ環境を作っていくのかっていうことを4番目に。そしてその後にですね、まとめていただいて、最終的には対話、会話の時間としていきたいと思います。では、早速、
いいですかね。では、嵯峨野高校の例の面白い探究学習についてお話しさせてください。はい。こんにちは。皆さん、京都府立嵯峨野高校について聞いたことございます?ありがとうございます。お手元の端末で、京都府立嵯峨野高校を調べながら耳を傾けてくださって構いません。もし本校のホームページにたどり着きましたら、その中にブログ記事っていうのがありまして、こちらおすすめです。写真も豊富で、日々の教員の思いが語られていますので、ぜひご覧になってください。本校は、西に嵐山、北には愛宕山っていう山を望む京都の常盤の地に、1941年に創立された、和敬静寂という禅の心を見学の前身とする高等学校です。現在は各学年計8クラス、950名を超える生徒が日々忙しくも充実した学校生活を送っています。3年生はほぼ全員大学入学共通テストの受験の出願をします。まあ、いわゆる難関国公立進学を第一志望にする生徒がほとんど、そういう学校です。嵯峨野高校に合格するために、効率よく正解を回答することを求められる受験勉強っていうのも、多くの生徒が経験してから入学してきています。ありがとうございます。この嵯峨野高校ね、受験校ということで、まあ、実際ね、いろんな難関校に行ってる生徒たちなんですが、そういったその学校だと、やっぱり受験のために勉強っていうのが結構こう行きがちなところなんですが、そうではなくて、嵯峨野高校っていうのは、ね、探究っていうのをすごく時間をかけている、時間をかけて力も入れているっていうところに興味があります。はい。答えより問いを探して。これが私たち探究活動を進める上で大切にしていることです。やりとりを続ける自己を育てたい。こういう思いです。スライドに示す、嵯峨野グローバルフォーラムは、生徒の探究活動の成果を報告する最初の場です。この場で私たちは生徒たちに問いかけます。やりとりを続ける自己に慣れたのかということを。ありがとうございます。やり取りを続ける事故ですか、先生。はい。なるほど。実際に学んで終わり、知ることが目的ではなくて、知ったことから何をスタートさせていくのか、やり続ける事故っていうところを重視されているところなんですね。そういったやり取りを続ける事故、答えより問いを探していくっていうような、そういうことを実践していくために、どんなカリキュラムで進められているんですか?はい。本校の探究活動は、1年、2年、3年と段階的に進めています。まず1年次ですね。探究基礎力と呼ばれる言語運用能力、情報収集能力、それから論理的思考力を育む教科を学びます。はい、2年次です。2年次に探究活動を本格的に行います。そしてその成果を、課題研究発表会、という形で日本語で発表します。3年次、こちらは2年次に取り組んだ課題研究の成果をグローバルフォーラムという発表会で生徒全員が英語で発表します。こういったなんか1年から3年のこうなんかステップアップみたいなものというのはどういう形で構築されていたんですか?この流れはですね、2014年から5年間の間で完成させていきました。2014年というのは、本校がスーパーグローバルハイスクールに指定された年なんです。その期間に、教育プログラムを開発しました。そして、それをベースとして、嵯峨野高校グローバルリーダーシップイニシアチブって呼ばれる、このカリキュラムを作ってきました。グローバルリーダーシップイニシアチブ。まさに私が見てきた生徒たちは、グローバルにリーダーシップを発揮していけるような、そんな生徒だったかなというふうに思います。先生、1年次から3年次までのこの活動というのはかなり特徴的だと思うんですけれども、それぞれ1年次から教えていただけますか?はい。皆さん、高校に入ってきたばっかりの1年生に、問いを立てなさいって指導するのって大変だと思いませんか?
難しいよね。はい、難しいんですよね。本校に入学してくるその1年生も、まだ自分の問いを持っている子はほとんどいませんし、そもそも問いと質問の違いも分かっていません。そこで私たちが、私たち教員がその生徒たち全員にまず問いを与えます。その問いに対して様々な方法で情報収集をし、問いに関する自分の理解や考えを言語化する、そういう訓練をまず1年生ではしています。伝える活動、それから聞く活動をどの教科でも取り組んでいるということになっています。なるほど。じゃあまずはその先生方が作った舞台、要するに先生方が問いを与えることで生徒たちは問いを探求する、そして探求の仕方を学んでいくっていうことになりますか？その通りです。だからこそ活動の中にはペアワーク、グループワーク、グループ活動、それから様々な形で探求する機会を作ります。生徒はたくさんも語ります。語る相手はグループメンバーだったり同級生だったり、もちろん、担当の教員もそうなんですけど、その他にも異文化で生きている同世代の若者、こういった方々を相手にしてどんどんやり取りを展開していきます。実際に嵯峨野高校に行って探究活動を見せてもらった時にすごく印象的だったのが、私がこう授業を見ていた時に生徒がこう私を放置するのではなく、関心ありますか？紹介しますみたいな形で説明をしてくれてるんですね。私たち今こういうことをやっていて、こういうことに関心があって、だからこういうことをやってるんですみたいな形でね、話を進めてくれるんですが、同世代であったり、外の人からだったり、いろんな人たちとのやり取りを通しているからこそ、すぐに自分の意見を語れるようになる。もうすでに1年で探究の形ができているのかなというふうに思いました。実際に、こういった、私が見に行った授業と、確かあれ、グローバルインタラクションですよね。グローバルインタラクションとかもあったと思うんですが、具体的な事例と合わせて説明いただいてもいいですか？はい。そうです。岸先生がすごいって連発していたあの授業が、英語の教科の一つのグローバルインタラクションっていう授業なんですね。このグローバルインタラクションっていう授業では、まず、我々教員が生徒に、良い地球市民とはっていう問いを与えます。この問いに関して1年生が1年間かけて自分なりの答えを探求していくんですね。そして探求する過程として写真のようにポスターセッションをやります。スライドプレゼンテーションもやります。オンラインでインタラクションですね。海外の高校とインタラクションなどもして、様々な手法でまず最初に自分について語ります。それから次に自分の身の回りの社会について自分で語っていきます。で、最後に、自分が理想とする地球市民の姿についてっていうことで、英語で言語化していきます。そうですね。やっぱりこう自分、言われたこと、教えられたことを語るっていうのは、割と今までやってきたことだと思うんですが、自分についてとか、この社会について、そしてこうありたいっていうことを語るっていうのは、なかなか難しいことだと思うんですが、グローバルインタラクションだけじゃなくて、嵯峨野高校というのはかなり教科横断的なことをされているのかなと思うんですが、他にもその先ほどのスライドにあったデータサイ、デジタルサイエンスだというところもあったのかなと思いますが、そのあたりとの組み合わせについても教えてください。はい、そうですね。1年生は他に情報っていう授業とロジカルサイエンスっていう授業をやっていました。まずこの写真でご覧になっているのが情報の授業のやつですけど、もちろん情報の授業なので、様々な ICT のスキル、こちらの習得はあるんですけどね。それを使って最後に、SDGs を題材にミニ探究を生徒が体験します。そして発表するんですね、最後。これが、この写真がその発表している時のやつです。はい。で、もう一つの教科がロジカルサイエンスという教科なんですけど、こちらは、文章の読解や要約のスキルを学びます。それから根拠を持って論理的に話すための情報整理のスキルも学びます。今この写真は、生徒が端末でマインドマップを作成している様子ですね。ありがとうございます。こんな風に、例えば語るって言っても、根拠に基づいて語るっていうのを探究だけで全てやってしまうのってすごく難しいので、実際にデータに基づいて語るとか、論理的に語るっていうものを、教科横断的にされているというのは、すごく私もいい取り組みだなというふうに思いました。
ある程度もうここまででね、生徒たちすごく力がついている感じがするんですが、じゃあ2年生はどういうふうなステップアップ、どういうふうな舞台を先生方が作られているんですか？そうですね。もう1年生でかなり言語化っていう部分では鍛えられているんですけれども、ただまだ自分の問いは立ててないんですよね。で、2年次で自ら問いを立てられるようになる。ということで、まあ、取り組んでいくのがアカデミックラボという探究活動になります。ラボっていうのは研究室っていう意味で、まあ、大学のゼミとか研究室のようなイメージですね。自ら問いを立てられるようになるための手立てとして、スライドに示すようなことがありますね。いくつか説明します。はい。こちらで、キーワードとしては、探究活動の過程、ステップですね。それから、問い立て、そして、共同っていうことになると思います。まず、取り扱う分野領域ですね、探究活動で。これが、生徒の興味関心にできるだけ沿うっていうことが大切で、まあ、それができるように、多様な分野のラボを準備しているっていうことになります。それから、活発なやりとりが発生する。かつ、メンバー一人一人が、いわゆるエージェンシーってなって、主体的に取り組むっていう人数を一応4人と設定していて、同じような分野に興味関心を持つ生徒をグループ分けして共同研究をしています。あと、問い立ての課題設定をする際にですね、一次データの取れる探究活動になり得るかっていうことも大切にしてます。一次データっていうのも一つキーワードですよね。やっぱり誰かがすでに考えたものを学ぶんじゃなくて、オリジナルのものに出会うっていうことによって、生徒たち自身の自己の経験ができる。その経験から、そういうものが生まれてくるっていう流れがすごくいいなというふうに思いました。実際に生徒たちって、どんなテーマで研究をしているんですか？探究ですね。ありがとうございます。うちのラボたくさんあって、こう、選ぶの大変なんですけども、こちらにちょっと、一部、あらゆる分野の中からバランスよく選んできてみました。こんな形で、昨年度は生徒は探究活動をしていっています。はい、人文科学、社会科学、自然科学と、また社会科学と自然科学重なるような分野の、学問なんかも、テーマでやってます。なんかこれ見るともう大学の研究テーマにすごく近いなと思ったんですけれども、生徒たちがまあこういったテーマを自分たちで立てれるように2年次は支援していくような形になるんですね。またそのとおりです、ね。あと本校の探究活動は専門家とか地域との連携も特徴だと思います。3つほど紹介しますね。まずその一番上の写真が今日の文化財ラボの生徒がですね。京都国立博物館の研究員の方から、文化財の面白さと文化財の研究についてということで講義をしていただいている様子ですね。はい、それから下はソーシャルビジネスラボというラボで、日本政策金融高校の職員さんが来ていただいて、ビジネスプランの種の探し方についてレクチャーしていただいている様子です。ここから、彼らは、ビジネスをこう考えていく、ソーシャルビジネスについて考えていくということになっています。で、最後のこの写真はですね、京平安文化論ラボっていう、ラボの生徒が、京都にある和菓子屋さんの鍵前義久さんというところにですね、源氏物語オリジナル商品というのを制作、販売一緒にしてくれないかということで、連携をお願いするためにプレゼンテーションに訪れている様子です。なんかやっぱり先ほど岡本先生おっしゃったように一次データって話だったじゃないですか。うん、やっぱりその生徒たちが自分たち自身で語れるようになるには自分たちがどう感じたのか、どう考えたのか、どんなところに印象を持ってどこが大事だと思ったのかっていうことを経験させてあげる場っていうのがすごく重要であって、今先生がおっしゃったようにこういうふうに実際に人と出会う。そして出会うことによって、その時、その場で感じたこと、考えたことが、これにつながっていくというのが、すごく美しいなっていうふうに思いました。ここまで来るとね、もうあと3年次で一体何をするのかっていうところだと思うんですが、3年次で。しかも3年ってなると、まあ、先ほどもおっしゃられたように、佐賀の高校受験があって、しかも受験校じゃないですか。その受験と探究のバランスっていうのは、そのあたりどうなのかなって気になるところです。
そうなんですよね。あとで、教師の感じる困難というところでもお話ししますけれども、この受験勉強と探究活動のバランスっていうのはすごく難しくって、我々も、いろいろ考えながら毎日取り組んでいるところなんですが、ただ、本校の3年次っていうのは、次のステップで、探究成果を世界へ発信するっていう、このステップを、踏むことになってます。生徒は、ここでですね、2年次に、探究した内容、2年次の最後に、日本語では発表をしてるんですね。これは、ラボ以外の同級生とか、下級生とかに、日本語で発表してやり取りをするんですけど、3年次では、その探究成果を世界へ発信ということで、まあ、異文化の他者に英語で発表するっていう、そういうスキルを身につける、そういう段階にいます。そして、この異文化の視点から自分の研究を捉え直す機会となってまして、まあ、今までやってきたその探究活動をもう一回多角的に、捉え直す、そういう考えるきっかけになっています。ありがとうございます。なんか私もすごくここ大事だなと思って、やっぱ自分たちでやってる探究って、結局自己満足で終わってしまったりすることがある中で、外の人に知ってもらう。外の人も異文化ってなると、かなり丁寧に説明しないと伝わらない。っていうところで自分たちのやってきたことを、外の目を含めて発表するっていうのがちょっとためじになるわけなんですね。本当です、うん。ありがとうございます。まあ、でも、その、まあ、外の人に発表ってなっても、今は多分ね、コロナ禍でオンラインっていうものもすごく入ってきたと思うんですが、これまではどんな風に、そしてコロナ禍の中でオンラインを使って、どんな風にハイブリッド、ハイフレックスみたいなものを使ってきたのかも気になるところです。はい。まあ、まだコロナ禍に襲われる前、海外との行き来が自由だった頃は、この、グローバルフォーラムに合わせて、海外にいる連携校の高校生たちが、本校を訪問してくださって、この会場の中に入って、実際に、聞いてくださり、その後、出場等でやり取りがあったりしてたんですけども、今はちょっとそれができないので、対面でやるときは、本校の下級生、それから、京都なので、京都にたくさん大学がありまして、そちらにいる留学生ですね、修士とか博士で勉強している留学生に来てもらいまして、対面で英語でやっています。はい。そして、もう一方は、オンラインを使ってやってて、まあ、ハイブリッドっていう形で実施させてもらってます。オンラインは、実はの写真なんですけども、Google Classroom っていうプラットフォームを使いまして、まあ、クラウドですよね、を利用して、海外の連携校とやり取りをしています。ありがとうございます。なんか佐賀の高校、なんか生徒たちにどんなことやってきたのって言うと、オーストラリアがとか、インドがとか、なんか教材もね、結構アフリカ系イングリッシュとか、いろんな言語を、まあ、英語なんだけれども、インディアンイングリッシュとか、ネイティブだけじゃないいろんな言語を学んだり、いろんな国や地域のことをすごく生徒たち意識していたなと思うんですが、具体的にどんなところとのつながりとかがあるんですか？そうですね。佐賀の高校がつながる世界の国とか地域を、ちょっとこちらの、絵に落としてみたんですけども、まあ、海外にある連携校の、同世代っていうのは、今までは、コロナ前は、修学旅行とか、短期研修で訪れてたシンガポールとか、アメリカの高校が中心だったんですけれども、まあ、コロナ禍以降、オンラインでつながる機会が増えまして、そうすると、我々が学校をやっている時間帯にもやっている、時差の少ないアジアの生徒たちと交流する機会が増えました。はい。ありがとうございます。本当に佐賀の高校でね、驚いたことの一つが、生徒が一生懸命リスニングしてるんですね。私、英語できるから、ちょっと聞いてあげるよ、みたいなことを言って聞かせてもらったら、すごく難しくて、で、何が難しかったかっていうと、あの時ちょうどウガンダの人の、スピーチを聞いてたんですね。で、先生に、あ、ネイティブイングリッシュじゃなくて、まあ、ウガンダの人の英語を聞くっていうのはなぜなんですかって話をした時に、生徒たちは、いわゆる欧米だけじゃなくて、世界中いろんなところで活躍することがある。うん、そうなった時に、ネイティブの英語しか聞けないようになるんじゃなくて、いろんな、イントネーションとか発音のある国や地域の英語に触れてほしいっていうのを聞いた時に、まさにこれグローバルって考えた時に、欧米を目指すんじゃなくて、
当に様々な、さっき SDGs って話もあったかと思いますが、世界っていうものを欧米だけじゃなくてもっと広く見ているんだなっていうのを感じたことがありました。ここでね、コロンビアとかインドっていうのが含まれているのもそういうところの一つの意識なのかなっていうふうに思いました。うん、お写真があるのでそのあたりも少し教えていただけますか。はい、これちょっとその交流の様子なんですけど、1枚目は、まあ、本校の生徒がシンガポールにある高校の生徒に佐賀の高校の歴史について、説明している様子ですね。パワーポイントでやってます、はい、それからもう1枚は韓国の高校と交流した後の記念撮影の様子なんですけど、韓国の生徒とは今年度は一緒に探究活動も取り組んでやっています。そうなんですね。オンラインの交流で、ただ喋って楽しかったじゃなくて、本校ではまず自分について語って、その次学校についてこうやって紹介して語って、次は地域社会、本校はまあ、京都にありますね、京都の文化とか、そういう日本の文化っていうことについて紹介し合い、向こうからも様々な、ことを教えてもらって、そのやりとりの中から価値観とか世界観っていうのを共有していく。そして、だから、あ、そこはなんか私たちと違うなと、あ、なんかそれって同じじゃないとか、そうやって比べながら気づいていって、じゃあなんでなんだろうっていうような、そんな問いにつながっていって、やりとりを生徒たちは楽しんでるなって思います。やってみて、うん、やってみる中で問いが生まれて、うんうん、問いが生まれて調べてみて、うん、で調べてみて発表して、また発表して問いが生まれてっていう、つまりさっき先生がおっしゃったように、問いを求め続けるっていうのがまさにこういうところであるんですね。ありがとうございます。でもね、実際ね、今そのあたりまた赤谷先生がもうね、常にね、探究面白いけどしんどいんだよねって、しんどいけど面白いんだよねっていうところにもつながってくるかと思うんですが、こういった環境をするときって先生方の役割ってやっぱり違ってくる？私も教員としてなんかどうしても教えたくなっちゃうんだけれども、佐賀の高校の先生方も環境に力を入れるということは新しい役割をたくさん担っていくことになるのかなというふうに思います。このあたり高谷先生の方からお話しいただけるんですよね。ではお願いします。はい、まあ、探究学習っていうのが結局教師がいろんな違う役割を果たすことになるので、まあ、そういった意味で教師の普段とは違う自分の役割みたいなものを、果たす必要が出てくる。そういった意味で学びほぐし、アンラーニングっていうふうに言いますけど、まあ、自分の今までのやり方を一旦捨ててみるみたいなところが重要になってくるのかなというふうに思います。まあ、そういった意味で普段の授業の役割と探究に携わるときの教師の役割っていうものをちょっと比べながらお話ししていけたらなというふうに思います。ちょっと雑談になるんですけど、さっきちょっとこの3人で遊んでみたんですね。そうすると高谷先生がね、なかなかねちょっと遊び苦手だったんですよね。で話してたのが、やっぱり教師って間違えたくないなとか、うまくやりたいなって思ってしまうけど、なんか間違っていいんだとか、もっと楽しんでいいんだっていう風な気持ちになるのってなかなか難しいよねっていう話をちょうど始まる前にしてたんですが、まさにその役割っていうのと気持ちのところもね関連してくるのかなと思うので、平井先生にいろいろお話聞きたいなと思いました。お願いします。まあ、本当に今ちょっと言っていただいたんですけど、生徒の前で正しくあらねばみたいな、うんうん、正しい人間でないといけないっていうすごい脅迫観念みたいなものに縛られているので、まあ、そういった先生ほど、まあ、聞いていただけると、まあ、こんなやつも探究になんか取り組んでるんやなっていうふうに、まあ、ちょっと共感していただきながら、聞いていただけたらありがたいかなというふうに思います。で、前のスライドで、見ていただけるんですけども、従来の授業っていうのは、まあ、教師っていうのは、まず、教える内容ですね。生徒が学ぶ内容っていうのが、もう学習指導要領とか教科書とかで決められているわけなので、まあ、そこがまず、従来の授業のやり方ですね。で、そこに、その学んだ内容を習得できたかなっていうのをテストっていうものを通じて評価していく。まあ、こういった流れが一般的だと思います。で、冒頭に紹介したんですけど、佐賀の高校は、まあ、進学っていうものを念頭に置いている学校でもありますので、入学試験っていうものが、そこに対応していくっていうのも重要になってくるかなというふうに思います。まあ、つまり、
これはまあ座学なんですけども、座学と呼ばれる教科の場合には、知識を習得するインプットで、入試問題に対応したりする演習、アウトプットで、それらを評価する、まあ、テストっていうような、こういった要素を組み合わせて教育活動を展開していってると思うんですけど、まあ、その中では正直、もちろん工夫して、こう、生徒が分かりやすいようにとか、楽しく学べるようにとか、いろいろ工夫されてる先生はたくさんいはると思うんですけど、ただまあ、言うてもやっぱり、こう、教師が自由な裁量で、こう、主体的に教育活動を行っているっていうような、部分は少ないのかなというふうに思います。どちらかというと、やっぱり決められた内容を、もう決められた時間内に分かりやすく効率よく教えていくっていうことが、まあ教師には求められている。これが、まあ従来の授業の中での教師の姿だと思います。で、今年度から、まあ高等学校で新学習指導要領に基づく教科の再編っていうのが始まって、まあ、私、地歴公民科なんですけど、それこそ歴史総合とか、地理総合とか、公共とかいう科目が入ってきて、どうすんねんみたいになりながら、まあ、その中で、中央教育審議会ですかね、そこの答申でも挙げられたキーワードなんですけど、主体的、対話的で深い学びをやりましょう。わかるんですよ。すごい大事やなっていうのはわかるんですけど、でも、やっぱ、時間とか労力とかが本当に大変で、それを実際にやっていくってなったら、本当に難しいなというふうに思われている先生方がたくさんいはると思います。で、まあその中で、じゃあ探究活動ではどんなふうに、先生方は動いたらいいんやろうっていう話なんですけど、まあ、会場にいらっしゃる先生、今聞いていただいている、オンラインでも聞いていただいている先生方も、一旦自分が探究っていうものを担当することになって、探究活動を担当するとしたら、どんな風に、役割を果たすかな、どんな風に、教えるかなっていうのを、ちょっと思い浮かべながら聞いていただけたらというふうに思います。で、結構、違う役割がやっぱり多くなるんじゃないかなっていうことなんですね。で、嵯峨野高校ではアカデミックラボっていうのが、まあ、探究の大きな土台になってるんですけれども、そのアカデミックラボは、まず、どんなことをやるかっていう、どんなことを学ぶかっていうのは、生徒の興味関心で始まります。なので、正直こう担当している教員からすると、今回何やるんやろう、まあ、そこが、教科書とか学習指導要領で決められたことをやるっていうのと全然違ってくるので、本当にその年その年の集まってくる生徒によってやることが全然違う。蓋を開けてみるまでわからないっていう、まあ、怖さと、まあ、こう、だんだんこう、やみつきになってくると、ある一種、今年は何やってくるんやろうっていう楽しみにも、まあ、つながってくるかなというふうに思います。で、生徒のテーマでやりますと。生徒のやりたいことで、進めていきますって言うんですけど、まあそれがうまく出せない生徒っていうのも当然いるわけなんですね。何をやったらいいんですかとか。やっぱこう正解を求めるっていうのは教師だけじゃなくって、生徒の側もそれに慣れてきていることが多いので、どんなことやったらいいかわかりませんっていう状況になります。で、そういった生徒に対しては、まあ、うまいことこう、問題意識が出てくるように問いを投げかけたり、あるいは、こう、自分の切実な問いに向き合えるように待つっていうことが必要になったり、いずれ出してくれるやろうと。絶対生徒の中には何かやりたいことがあるはずだってこう信じるっていうのが重要なこと。で、とはいえ、発表会だったり、まあそういう、ある種のゴールが決められてますので、そこに向けて、うまいこと探究の成果をまとめやっていうふうに促したりとか、どういうふうに発表したら表現したら、こう聞いてもらってる人に伝わるやろうなとかいうのを、一緒に考えたりとか、まあそういった仕掛けっていうのも必要になってくるので、本当にやることがたくさんあるっていうのが探究活動におけるの教師の役割っていうことになります。ありがとう。ごめんなさい。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。どうぞ。はい。で、それを、ま、考えたときに、普段の授業のときと、探究のときで、まあ、何が大きく異なってるんかなっていうふうに考えたら、
それぞれの場面で、まあ、探究活動の場合には、生徒からいろんなものを引き出すっていうことが、まあ、中心的な役割になるだろうなと。いわゆるファシリテーターって言われるような役割ですね。で、ただ難しいのは、その従来の教えるっていう役割が全くないわけじゃないんですね。ゼロになるわけじゃないんですね。っていう意味で、正直こう、探究を考えたら、普段の教えるっていう役割、プラス引き出すっていうこともやらなあかん。で、まあ、もう役割がいっぱい増えて重なってしまって、まあ、それを思うと正直、しんどいわ、というキーワードになってくるのかな。で、やっぱりこのファシリテートするとか引き出すっていうところが、まあ、やったことないわっていう先生もたくさんいらっしゃると思うんで、まあ、ここに特に自信を持てないっていう先生いらっしゃると思うので、やらなあかんことも多いし、慣れてないことやらなあかん。いろんな意味でストレス、まあ、感じることになるのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。私、佐賀の高校に行った時に生徒が、先生、ここどうしたらいいんですかって聞いた時に、先生がどうしたらいいのって聞くんで、聞くんですよね。そうすると、ちょっと考えてきますって戻っていく。そういった日常のやり方の中に、引き出すっていうのがすごく出てくるんだなというふうに思いました。高谷先生のお話を聞いた時に、教えるっていうところは私すごく興味を持ったんですけど、割と、なんかよく、なんか間違いとか間違いじゃないとかいう話よりも、教えちゃいけないみたいな、なんかそんな話を聞くことがあるんですが、高谷先生のおっしゃった話の教えるっていうのも大事なんだっていうところ、私もすごく共感していて、佐伯先生の話の中で、こういう図があるんですね。なんか知識っていうものを、先生からその生徒に、渡していくっていうのが、先生から生徒に渡していくっていうのが従来のやり方だった。で、これも教えるなんですよね。先生から知識っていうものを生徒に教えていく。でも、探究っていうものは、そうじゃなくて、探究するものがあって、先生が生徒を教えたり、引き出したりしながら、共に知っていうものを探究していくっていうふうな知識を書いていました。で、そして考えると、まさにその教えるというその行為は、同じ言葉を使うんだけれども、知識を教えて覚えさせるっていう教えるじゃなくて、知っていうものを生徒と共に探究するために教えていくっていうことにつながっていくのかなというふうに思いました。とはいうもののね、さっき先生がおっしゃったように、こういうふうに役割を変えていくっていうのはめちゃくちゃ難しいことだと思うんですけれども、実際先生方はどんなふうな困難を抱えられているんですか？いやもう本当にさっき、ちょっとこの前に遊んでたっていう話をしてしまった。けど、まあ、そこでも本当に実感することです。教師っていうのは、正解を教えたがる生き物だというのが、もう本当に、僕はもう特にそこがすごく強く囚われている部分で、だから、この、教えすぎずに、まあ、生徒と一緒にたどり着きながら、待つっていう、信じるっていうのが、本当に難しいなっていうのを、まあ、感じます。まあ、だからこそ意識的に、ね、ここは待つ場面やぞっても自分に言い聞かせながら、切り替えるっていうことが必要になってくるのかなっていうふうに。なるほどね。高井先生、実際に先生方が待つんだとか、例えば信じるんだと思っても、とはいうものの受験校だし、学校の中で、いやいや先生そんなに時間かけているけどもっとちゃんとやってくださいよとか、教科書ここ全部カバーしたんですかみたいな、そういった制度的なものもあるのかなと思ったんですね。探究やっていこうとなっても、もちろんやりたいけどでもできないじゃんとか、やりたいけど時間ないじゃんみたいな、なんかそういうところもあるのかなと思うんですけれども、そのあたりとかは他にもきっとその学校にはいろんな先生方いらっしゃると思うんですが、どういうふうに合意形成とかされているんですか？まあここは、まあ、合意形成のやり方っていうのは、この後また、岡本先生の方から話していただこうかなと思うんですけども、とにかくその、大前提として、探究のやり方、まず、探究以外もそうですけど、本当にいろんな立場があるなっていうのが難しいところで、例えば探究一つとっても、佐賀の高校は4人で、生徒4人でグループを、で、グループで共同しながら探究を進めていくっていうことになってるんですが、まあ、一人一人で向き合った方がいいっていう考え方だと当然あると思うんで、一人一つテーマを
自分一人だけの責任で自分のテーマに取り組んでいくっていうやり方だと当然あると思う。その人数ですね、探究に取り組む時の人数、これも正解はないですし、でテーマもなるべく嵯峨野高校では生徒の中から出てきたテーマでやらせようって話になってるんですけど、でも一方でやっぱりどうせそこまで深いことができるわけじゃないんだから、高校の限られた時間の中ではできひんだから、それやったらある程度こう探究のプロセスみたいなのを経験しやすいように、先生の側で毎年同じようなテーマを与えるっていうやり方だと当然あると思う。その何をどういうふうにやるかっていうのは本当にいろんなやり方があるだろうし、で、もう一つ難しいのが、まあ学校によっては探究がどういう扱いを受けているかって本当に差があるってことですね。カリキュラムの中で何時間、何年生に何時間設定されているのかっていうのも全然違うと思いますし、で、まあ担当できる、こういうのを指導できるよって思える先生がたくさんいるの学校もあれば、まあ正直こんなんやったことないわってなって混乱してしまう先生が多い、そういう学校もたくさんあると思います。で、一番ちょっとこう壁になるなと感じているのが保護者とか地域の声ですね、実は。だから、どんどんもうこの大学とかでもやっていくんやから探究、ここでぜひ積極的にやらせてくださいっていう声もあれば、いや、そんなんやってる場合じゃないでしょと。受験に必要な勉強をどんどんやらせてくださいよ。探究なんかやってもらう必要ないですっていう声も出てきたりとかで、本当に難しいし、正直そういう問題に関しては、一人で対処できるわけがない。探究担当者で、一人で抱えきれる問題ではないので、まあ、そういう面ばっかりが目立っちゃうと、持続可能じゃない。まあ、その先生がもう息切れしたり、まあ、公立の学校とかで転勤があったりしたらもうそれで終わっちゃうっていうところになるので、まあ、そこが課題になってくるかなというふうに思います。すっごい大事なところですよね。なんか持続可能性っていうことと、やっぱ一人で抱えないっていうところがすごく大事だと思います。なんか嵯峨野高校まさにね、ゴン先生、ここがやっぱりすごい嵯峨野のすごいところだなっていうふうに思うんですけれども、なんかやっぱり探究始めるとこういう問題ってもう誰もがもう必ず経験するようなことなのかなって思いました。先導的に取り組む嵯峨野だからこそ、こういった困難をどんなふうに解決していたのかっていうのが、いよいよですね、先生、探究知見を共有してください。はい。はい、そんな立派なもんじゃないと思うんですけど、私たちが、まあ、こう、地べたに這いながら、前にどういうふうに進んできたかっていうのが、ちょっとでもお役に立てればと思って、お話しさせていただきますね。やっぱり、教員が探究を楽しむっていうのが、まず大切だと思っていて、そのための環境づくりっていうのも大切だと思っています。それで、私たちがそのためにどういうふうにしてきたかっていうところをお話しします。今、高谷先生がおっしゃってくださいね。もう一人一人の担当教員だけでは対処しきれない課題っていくつかあって、だからこそ、教員も共同するっていう、共同で取り組むっていうのがすごく大切やなと思っています。で、具体例としてちょっとここに2つ写真を、ご紹介するんですけども、一つ目ですね。左側、赤ラボ会議って書いてあるこの写真です。これは、年度当初、担当教員が目線合わせをするために撮った、ものです。探究活動に関しては、やっぱり、教員の数だけ、その考え方ありますし、そしてそのアプローチの仕方もいろいろあるんですけど、やっぱり育てたい生徒像とか、大切にしたい思いっていうのは、お互いが共有しておいて、で、担当教員が目線を合わせておくと、その後迷った時にすごいそれがガイドラインになるなって思っています。で、もう一つは右側の写真ですが、これは新しいワークショップについてアイデアを出し合っている様子なんですね、教員が。企画係の教員が作成したワークショップがあるんですけど、それを他の先生方が生徒役になって参加して、いろいろと試している様子です。企画した教員はこれぐらいだったらできるだろうということで作ってくるんですけど、実際私たち教員、他の教員がやってみると、うまくいかないこともいっぱいあって、そういったことに気づいて、ワークショップをまたいいものに作り上げていきます。一緒に試行錯誤していくたびに、一緒にやってた担当教員も、
全員がですね、このワークショップをできるようになる、自分のワークショップになっていくっていうので、すごくいいなと思ってます。こういったことに取り組むのに、嵯峨野高校には、まあ、教員の大きなコミュニティと、ちっちゃなコミュニティっていうのがあるかなって思います。なんか実際ね、先生方と話してても、なんかすごいいろんなコミュニティがあるなと思ったんですが、大きなコミュニティと小さなコミュニティ、それぞれどんなものがあるのかって、ちょっと具体的に、いただけますか？はい。大きなコミュニティの一つは、赤ラボ会議と我々が呼んでいる担当者会議ですね。各ラボが抱える課題を共有して、解決に向けていろいろアイデアを出し合うところです。1年間の探究活動のスケジュールとか、評価なんかについても、ここで共有する会議ですね。他にも、教員が探究活動の指導するためのスキルを習得できるようにということで、校内研修会というものも持っています。これがもう一つ大きなコミュニティになるかなと思います。昨年度は2回行いました。一つは、岸先生に、生徒の探究を深める学習環境デザインっていうタイトルでお話ししていただきましたね。もう一つ年末には、新年度のキックオフのプログラムを作るということで、問い作りワークショップというものを行いました。そして、小さいコミュニティとしては、評価横断のチームティーチングって呼べるかなと思います。先ほどご紹介した1年次で取り組むロジカルサイエンスっていう教科はですね、実は国語か、地歴公民か、家庭か、情報の教員が、一緒に交代で指導していくんですけれども、そのために定期的にミーティングを持ってですね、そこで使う教材を、まあ、それぞれの教科から利用できるアイデアなんていうのを持ち寄って、そして開発していっています。そして、もう一つ、プログラム開発ミーティングって呼べるものがあるかなと思います。例えばさっきお見せした、新入生向けての探究活動のオリエンテーションのためのワークショップの、まあ、叩き台になるようなものを、まずここで、いろいろ作って、そして、また、大きなコミュニティのところに上げていくっていうような形で、機能していますね。うん、なんかジェンダーのことについて調べたいと思ったときに、それは歴史とか政治とかそういうものにも絡んでくるので、いろんな先生方が共同でチームを組みながらやっていくって、私もすごくいいなっていうふうに思いました。とはいうもののね、先生。はい、なんか大学もそうなんですけど、いろんな先生方がいると、うんうん、テーマも違うし、得意も違うし、研究方法論も違うと思うんですね。うんうん、そういった先生方が大きなコミュニティにしろ、小さなコミュニティにしろ、一緒になって考えて、それいいねっていう合意形成するのってめちゃくちゃ難しいと思うんですね。うんうん、どういうふうにされてるんですか？そうなんですよね。すごく難しいんです。で、そこでパナソニック教育財団の研究助成で取り組んだ研究の一つとしてある、このデジタルストーリーテリングっていう手法がすごく役に立ちました。最初に流してた、絵と映像とナレーションで一つの、ラボの説明をするっていう、デジタルストーリーテリング、ね。そうですね。この、デジタルストーリーテリング、私たちは DST って呼んでるんですけど、これは教員コミュニティ作りに本当に役立ちましたね。やっぱりね、本校が取り組む探究活動って多様な探究活動をやってて、で、そこでいろんな課題があるんですけど、その課題解決の鍵っていうのは、一人で取り組みじゃなくて、教員同士が課題を共有して、一緒に共同して解決に向けて考えていくっていうのが鍵だったんですよね。で、もともとはこの DST、生徒が、次年度ラボを選択する際にね、参考になるようにって導入したんです。ただ、なんか、教員間での情報共有のためにも使ってみようっていうことになって、この大きなコミュニティ、やたらぼ会議で映像をお互い見合ったんですね。そうすると、各ラボについて、それぞれの先生がこう関心を持ってくださって、で、それぞれの取り組みをすごくよく理解できたことで、その、ラボの先生が特徴や課題を共有しやすくなったんですね。そして、DST を見て、今こんな課題を抱えてるんですっていうふうなお話をしていただいたら、そしたらこれ参考になるんじゃないとか、こんなやり方もあるよとか、その課題はそういえば同じようなことで私も去年は悩んでいて、だから今年はこういうアプローチでしてみますよっていうようなふうに、この課題解決となる提案を他のラボの先生がね、すごくしやすくなったと思います。はい。なるほどね。まさに
先生の探究の探究ですね。そうですね。探究の探究。本当、その通りかな。その言葉がぴったりかなって思います。本当、毎日探究活動をやってて、次々やってくる、その問いにですね、我々は向き合いながら、やってるんですけど、そういった探究活動を進めていく上で、本当に大切だなと実感したことを、今回、カリクラムとか、リソース、ICT 活用ツールっていう観点から、ちょっとまとめてみました。これ、パナソニックの教育財団の助成を受けて研究してきたからこそ見えた部分でもあります。じゃあ、まずちょっとその3つ紹介させてもらいますね。まず、カリクラムです。これ、教師の専門に根ざした探究活動ができるようなカリクラムを組んでます。教師の専門性を発揮できるっていうことを重視し、だから、教師がかなり自由裁量を持って探究活動に取り組める。一方で、ただ、ラボ間で、その生徒の到達内容が違いすぎないように、ルーブリックを開発したり、共通で、到達するところは、ここまでは生徒は行きましょう、連れて行きましょうって、押さえておきながら、もしながらも、やっぱり担当している教員が結構自由度を持って、探究活動をこうやっていけるっていうのが大切かなと思いました。まあ、インターネット環境が結構整ってきて、外部の専門家と連携しながら進めていけるっていうことも大きな大切かなと思っています。はい。次が、リソースっていう観点ですかね。生徒が学びたいこと、知りたいこと、やってみたいことができる道具やリソースがいろんなところにあるっていうのがすごく大切かなと思います。例えば、本校の図書館って校舎のど真ん中に配置されてて、すっごい自慢の図書館なんですけど、ここには、充実した蔵書と、あと、ほんと親身になって相談に乗ってくださる、司書の先生がいらっしゃるんですね。だから、生徒は、ここに来ると、いつでも知的好奇心をこう刺激されているっていう、そういうリソースがここにあります。それから、嵯峨野高校の教員には、いろんな、背景を持つ教員がいらっしゃって、その先生方に生徒たちが直接、こう、インタビューにお話を伺いに行くっていう場面もすごくあります。例えば、一般企業にね、勤めておられた専門性の高い先生とか、あと、青年海外協力隊、そして発展途上国の教育現場で経験を持つ先生もいらっしゃって、まあ、そういったような探究活動をテーマにする生徒たちは、その先生たちを、インタビューに行っていますね。先に述べたように、外部と連携して、専門家の知見を頼りにするってこともありますし、他にも、先輩から受け継がれてきた探究成果を蓄積して、まあ、それを、そのデータも、まあ、背景と、探究の背景として使いながら、自分たちの探究に取り組めるようになっていたり、あとはこの写真のようにですね、先輩から後輩へ探究の楽しさや難しさを共有するっていう、そういう機会も設けています。はい。そして、三つ目が ICT 活用のツールについてですね。本校で教師及び生徒は一人一台の端末が日常的に活用されています。それから、それに加えて、目的に応じて学校に配置された、例えば特殊なアプリなどがインストールされている端末も利用できるようになっています。そして、まあ、生徒はこれらを、必要に応じて使い分けていますね。例えば、この写真は、GIS っていう特殊なアプリを使ってるんですけど、これスペックが高いデスクトップの PC の方に、じゃないと動かなくて、ここに来てやってます。それから、ジャムボードとか、など使った、共同学習をするときとか、あとは、フィールドワークで、郊外に情報収集に行くとき、それから、自分たちの活動や映像記録を分析するときとかは、一人一人が自由に使えるこういった iPad を使っています。あとですね、本校、オンラインで交流することも多いんですけど、その時は Google Meet を使ってますし、あと、文章の編集作業とか、表計算ソフトですね。こういったものを使う時は Chromebook が使いやすいので、Chromebook も生徒が、使えるように用意しています。もう、そんな生徒たちが大学に進学してくると思ったら、もう大学教員として、もう身が引き締まる思いです。いや、大学の研究に比べたら、やっぱり、高校でのこういった取り組みはまだきっと初歩的なものが多いんだろうなって思うんですけど、例
ただ、大学に入る前にね、正解のない問いっていうものに出会ってもらって、うん、で、どこかに正解があるんじゃないかなっていう思考回路で考えるんじゃなくて、うん、もう、私ならこうするとか、うん、私ならこう考えるって、自分の言葉で自信を持ってはっきりと言語化する体験、うん、そして、そうした後の達成感ですよね。これを探究活動を通してなんか味わわせたいなっていうのを私は思ってます。で、その過程で自分と社会のつながりに気づいて、で、高校卒業後も主体的に問い続け、学び続け、人間として成長し続けることの大切さっていうのを、そしてその楽しさですよね。それを実感してから人生の次のステップに進んでほしいなって思ってます。まさにやり取り続けるっていうね、こう学んで終わりじゃなくて続けていくっていうことを、しっかりしていきたいっていう相模の思いがまさにその言葉の中に入ってくるなって思いました。そろそろ時間にもなってきましたので、最後には、先生方の喜びということで、実際にこういうふうな探究をしていく中で、先生方、しんどいけど楽しい。楽しいけどしんどい。しんどいけど楽しいの、そこの意義みたいなところを最後お二人の先生方に一言ずついただいて、仕事の話に入っていきたいと思います。はい。喜びですよね。それは私たちもすごい興味があって、本校の先生方にアンケートも取ってみたんですね。そしたら、次のような、このスライドのような回答が返ってきて、その赤い部分が私がすごく、印象的だなと思ってて、教師から正解を教えてもらうために、ただただ、こう、今まではおとなしく教室でやっているかってね、話を聞いてた生徒たちが、探究活動を通して主体的に考えて表現して対話するようになっている、その行動の変容をね、やっぱり目撃できるときにこそ、私たちというのはやりがいを感じてるんだな、っていうことが、わかりました。高井先生は。はい、僕はこの生徒と一緒にっていうところが、キーワードとして印象的でした。個人的に、生徒の興味関心に基づいて、生徒がやりたいことを、考えながら集まってくるっていうのが、部活動に似てるなと思って、そうなった時に、同じ、目線で、生徒と同じ目線で、対等に近い目線で活動に取り組めるっていうのが、探究の面白さにつながってるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。本当にね、私自身も佐賀野の生徒見たときに、本当になんか楽しいなとか、なんか私も一緒にしたいなって一緒にさせてくださいって言ったと思う。初めにね。めっちゃ楽しそうでしたよ。はい。そんな佐賀野高校の発表を、ここで終わりにしたいと思います。なんか探究はしんどいけど、病みつきになるほど面白いっていうふうな、なんかそれっていうの、本当に先生方もやりがいを感じていることだなって、本当に改めて先生方の話聞いて思いました。そうですね。生徒と同じで、教員にとっても主体性を発揮して教育に携わり、そして問いを続ける、探し続ける楽しさを味わうっていうことが、そういう場が私たち探究活動の場かなと思っていて、だから、しんどいんやけど、一生懸命やればやるほど、ますますしんどくなるんだけど、でも、どんどん面白くなっていくかなと思います。答えがわからないはしんどいけどでも楽しいです。はい、ここで先生方のプレゼンテーションを終わりにしたいと思います。会場の皆さんから、そしてまずはズームの皆さん聞いていただいてありがとうございました。まずは拍手でありがとうございましたということで。ではですね、残りの時間をぜひ感想でもコメントでも質問でも構いませんのでご参加いただければと思います。心は開いていらっしゃいますか？いかがでしょうか？はい、お願いします。じゃあ、順番に行きますね。はい、今マイクをお持ちしますね。私がこっちで見えた方がいいかな。目が見えない。抜けたらいいか。はい、お願いします。芝浦工業大学附属中学高等学校の金森と申します。ご発表ありがとうございました。非常に勉強になりました。高2の時点でのラボの立て方について、今後もすごく悩んでいるので教えていただきたいんですけれども、主に2点、3点あって、高2で建てたラボは、そのまま高3に持ち上がっていくのか、高3での英語の発表は別な指導になるのかってことが1点と、
多様なラボっていうふうに伺ったんですけど、一つのラボが例えばどのぐらいで、担当の先生が何人ぐらいそのラボを立てるのに関わっているかっていうその持ち駒の部分と、三つ目は例えばその、高2で元々あったラボが、その転勤とかでなくなっちゃったりする場合っていうのは、新しい方がそのラボを引き継ぐのか、どういう感じで立てているかっていうのを教えていただけたらありがたいです。わかりました。はい。まず、どんなラボがあるかなんですけど、各教科に根ざしたラボが、複数であります。例えば、国語科だったら3つあって、人文科学っていう分野でやるんですけど、平安時代、中近世、現代ということで、文学が時代で分かれていて、それぞれどれかを生徒が、もし国語科教科に根ざした、探究活動をやりたかったらやりたいという感じで、その全教科に、保健体育にも一つラボがあってっていう形で、全教科にラボがあります。で、その、本校の探究活動の部分は1年間だけなんですね。2年生の4月から3月までで、そのラボでの、それとしての探究活動は1年で完結する形でスケジューリングを組んでいます。で、3年生はその時に出た、成果ですね。これを英語で発表するということなので、課題練習って科目あったと思うんですけど、あれは英語科の教科になってまして、英語科教員がそのラボ探究を引き受けまして、今度英語で発表するという指導を英語科の課題練習という教科の中でやっています。でこの発表会が、毎年6月なので、まあ実質、4月から6月の2ヶ月の間に集中して、このステップを踏んでいくというふうになっています。それから、どうですか、それか答えられましたかね。最後、転勤とかがあった時の、ラボをどういうふうに持続可能にしていくか。実は私たちも本当にまだ悩みながらやってるんですけど、大体今どういうふうにやってるかというと、ですね、一つのラボに主担当は一人いて、その先生が、まあ、ラボを主に、こう、自由裁量で、こう、決めていくんですけど、もう一人、主担当じゃない先生がサブのような形で、そこにいて、次の先生がいなくなっても、その先生が、特の先生が主になれるっていうふうに回すように、まあ、教員としては、ちょっと持ち駒が増えちゃうとか、いろいろあるんですけど、持続可能にするために、そういう工夫をしているラボがあるっていうのが一つですね。まあ、だから、一人担当のラボが、そういう手立てをしてなくて転勤してしまったっていうことも過去にはあって、やっぱりその時は、次新しく来た先生は、すごく大変なんですけれども、まあ、データとか、いろんなものを見ながら、あとは、生徒に聞きながら、探究活動を継続していって、乗り越えてきたっていうのが正直なところです。はい。新しいなるだけ、その、まあ、っていうのは、1年生の時にも、その生徒が次このラボやりたいって選んでるので、転勤したからって、じゃあこのラボをなくしますとかできないんですよね。なので、基本的には継続できるように、教員の方で、こう、いろいろと工夫しながら、やってるっていう、そういうことに。はい。はい。ありがとうございます。もう一人の方のご質問、この後、終わった時にぜひ受けたいなと思うので、さっきオンラインの方も多分、ちょっと切れちゃうと思うので、言いますね。岡本先生、高谷先生、実際にその受験校で探究をするってなった時に、やっぱり否定的な保護者も、先生方からもこんなやってる時間ないよみたいなのが出てくると思うんですが、それを変えていくためには生徒がどう変わったのかとか、進学にどんなふうに意義があったのかとか、そういうことを示していく必要があるかと思うんですが、具体的に生徒がどう変わっていって、その変わったデータをどういうふうに取っていって、どういうふうに説得していく、共有していくっていうところを教えてくださいっていうような質問があります。まあ、難しいところではあるんですけど、探究をしてたから、それで、まあ、特色入試とか、そういったところで行けましたっていう、まあ、成功例の生徒を前面に押し出していくっていう、まあ、ちょっと、まあ、そういうやり方が、しかないのかなと思ってて、まあ、正直、大学の入試が、もう大きく変わっていて、すごくぶっちゃけた話をすると、高校側にも、どうせ、こんなん言うてるけど、
前と同じなんやろ、変わらへんのやろ、大学の入試変わってくれへんのやろっていう、なんか、不信感があったり、逆に大学の先生も多分、こういうふうに入試変えたところで高校の授業はなかなか変わらんやろって思ってはるところがあったりとかで、お互いの、なんか不信感もあったりする中で学習指導要領が変わってどうなるかっていうところだと思うんですけど、まあ、いろいろな入試をやっぱ大学側も設けてくれてはるので、まあ、それ、いろんな入試があるっていうのに、受験っていう、学力受験、いわゆる学力試験での受験一本に、こう、それしか選択肢がないっていう状況に、まあ、生徒を追い込まずに済むっていう意味では、前向きに捉えられるのかなっていうふうに思うので、まあ、勉強ばっかりじゃなくても、こんなところを見てくれる大学もあるよ、大学入試の制度もあるよっていうところを、まあ、教員側が視野を広げながら見ていくっていうのが、まあ、今の過渡期の、対応策として考えられるんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと答えにはならないかもしれないんですけど、過渡期なので、まあ、生徒の可能性を狭めないっていうために、探究も必要だっていうのが、佐賀の高校の立場じゃないかなっていうふうに思います。実際私が行った時に大学受験変わらないんですかってよく聞かれてたんですが、いや、きっと変わると思いますぐらいでしかまだ答えれないんですが、今、坂谷先生がおっしゃったように、可能性を広げるって本当にそうだなと思います。なんか佐賀の高校の学生たち、やっぱり今日本だと日本の大学に行くっていうのが多いと思うんですが、もう世界の大学を目指してもいいのかなっていうふうに思います。で、世界の大学を目指したときにね、こういった探究というのは必ず生きてくるし、むしろこういった学習が絶対必要になってくるので、なんかそういう意味では可能性を開いていくということにもつながるのかなと思います。まさに今、高谷先生がおっしゃったように、今、悩み時だと思うんですけれども、伝道的にやってるからこそ道が開かれていくし、そういう、ね、仕組みをね、今後整えていくのが、私たちみんなでやっていくことなのかなっていうふうに思いました。はい、時間になりましたので、ここまでにしたいと思います。この後も少し私たち残っていれますので、質問、手を挙げてくださった先生方とか、ぜひ前に来ていただいて、一緒に話したいと思います。では、どうもありがとうございました。では、パナソニック教育財団の方に司会を戻したいと思います。はい、岸先生、岡本先生、高谷先生、どうもありがとうございました。皆様、いかがでしたでしょうか。さまざまな学校でのお役立ちのヒントをお届けできましたら幸いでございます。ではもう一度3人の先生方に拍手をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では以上をもちまして本日のパナソニック教育財団特別研究指定校の成果報告会を終了いたします。会場にご参加の皆様、Zoomをご視聴の皆様、ご清聴ありがとうございました。なお、お手数ではございますが、プログラムや画面に表示の二次元コードよりアンケートにご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。本日はご参加いただき誠にありがとうございました。